はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン。グルール改善ですね、になります。はい、油とかね、そういうの関係ないんですよ。今の環境は改善でぶん投げるのが一番いいんですね。はい、で、まあ今の環境についてのお話をちょっとするんですけど、まあやっぱりアグロ絡みと、あとは白タンのもうラスコがバンバン飛んでくるやつしかいないんですよ。で、まあね、私はいろんなおもちゃデッキ、あ、これ面白そうじゃんって言って遊んだやつをすべて国別に潰されているので、もうそろそろね、恨みが溜まっている感じになってきてはいるんですが、はい、まあ、まあそういうね、国別が嫌だったら、じゃあ国別嫌なら国別に当たんないデッキ組めよという話になりますやんね。はい、というわけでね、今回は、こんな感じで、まあ、相手をボコボコにしてやろうと思います。国別なんていうね、野蛮なことしちゃいけないんですよ。はい、時代は暴力です。プラス1カウンター乗っけて殴ってね、暴力してればいいんですよ。はい、というわけで、今回はオールインデッキということで、紹介しようかなと思います。もう見てください、このね、44444と、まあ火遊びと神の火炎だけ2ずつ入れてますけど、はい、まあそれでも、まあ結構簡単なデッキになってるのかなと思います。で、珍しいところで言うと、多分西の木の小玉が4投してるのは多分珍しいリストになるのかなって思います。他は結構あるあるなんですけどね。で、なんで今の環境でこれを4投しようかっていう話なんですけど、はい、まあ、スタートダウンとしてね、適応対クイリオン小玉みたいな、そういう、まあ、強ムーブがあるってことも一つなんですが、まあそれよりもですね、今の環境トランプルが結構大事で、どうしてもトークンとかが横並びされる環境っていうので、まあ特に白タンの婚礼発表から出てくるトークンだったりとか、あとは兵士デッキですね。兵士ってタフネス低いやつがちょっと多めだったりするんで、まあそこに対して西の木の小玉のトランプルっていうのがぶっ刺さるっていうのと、マナを貯めれば貯める分だけこの支部の壊滅者がめちゃくちゃ強くなるんですよね。他に強くなるカードはないんですけど、まあこれが強くなる、相手の国別が飛んでくる前に2アクション、3アクションができるようになるっていうことを考えたら、まあ、小玉4投でも特にまあ面倒くさいことが起こんないのかなと思います。はい、で、まあ、かつね、今回新しく追加されたカードとして、まあ、適応対汚染者と、まあ、この2体はね、今までも結構強かった、かつ、まあ、このデッキにはめちゃくちゃ入ってるカードだと思うんですけど、それ以上に強化パーツが1個あって、それが、ファストランドですね。はい、まあ、今のグルールビークルだったりとかにも結構強くなってくる、まあ、印象のあるこのファストランドなんですけど、まあこれのおかげで、1ターン目の動きが安定するようになったんですよ。今まではペインランドとスローランドだけで、スローランド2枚とか絡んじゃうと結構厳しかったところを、まあファストランドが来たことによってね、まあ熊野とこの適応体の両採用っていうのがしやすくなったっていうのは、このデッキの強みになってくるのかなと思います。はい、というわけでね、今回はこのデッキ使ってランクマッチの方やっていきました。勝率は今んとこ 100% です。6戦6勝ですね。うん、まあ、後手引いても勝ってるっていうのもあるんで、非常に強力なデッキかなと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。1マナ2マナ行きがないんでマリガンでいいと思います。まあキープかな。いやー、土地1枚引ければ最強なんですよね。まあ土地1枚引ける前提で動きますかね。あー、相手赤タン、頭嫌ですね。一応こっちの方がサイズ的には一回りはでかくなるんですけど、それでも結構厳しいかなと思います。お手引いてますからね。先手ならまあ結構余裕でいけるんですけどね。うん、ただまあやっぱり2マナ34みたいな、あ、これはえーっと機械化戦軸です。うん、機械化戦軸ですね。とりあえず、まあ、こいつになりましょう。4-3。機械化戦軸は結構厳しめな印象はありますかね。ピアスに顔を。でも、ここで打ってくれるなら、まあ、機械化戦のサイズ、バリューっていうのがちょっと下がるんで、ここは結構いいのかなとは思います。まあ、そうですね。ライフ飛んできますよね。すごいな。はどうでもいいので、こっちの2体をしばく形になるのかなとは思いますね。いや、火遊びとか後で使いたいですか。なら一旦西の木の小玉でエンドにしましょうか。
殴りたい気持ちはすごいあるんですけどね。うん、無謀なる衝動、向こうの方がリソースでボロ勝ちしてそうですね。まあこっちあのリソースとかそういうの無視なんで、もうサイズだけでゲームに勝つみたいな、そんな形ではあるんでね。まあ一応小玉殴りますか。うん、ダブブロはしないでしょう。神の炎、神の火炎はまあ必要なタイミングで使う形にはなるのかなとは思います。なんならここにいるやつ全部破壊してもいいですからね。うん、ただまあ火遊びは相手の顔に当てたいかなっていう気はあります。おい、相手の顔に当ててどうこうぐらいが多分ちょうどいいので、うん、アクティベート残り2マナ。あー火遊び、まあ一応ショットいた方が楽ですか。そうですね、一応いろんなところをショットいた方が楽になる気がします。このターンのダメージを減らしたいんですよね。まああとはこっちは、適当にクリーチャー引けるかどうかの前提になるかなと思います。てかなんでこんなね4枚しか入ってないスクルのうち3枚引いてるんです。意味わかりませんね。まあエンドでいきましょう。フェニックスのヒナだけならあと8ターンあるんで、うん、まあクイリオン悪くないですね。うん、まあこれは西のキノコ玉殴りましょう。フェニックスのヒナ殴ってこなかったんですね。5マナ、まあヒナだけは殴ってきますね。うん、残念。まあこうでいいかな。うん、あそうか、西のキノコ玉こいつ取った、こいつあいつ到達でしたね。ええ、エンド忘れてました。機械化戦火遊びとか多分そんなに多くはないと思ってるんでね。まあ5戦車まで引けたら結構楽になったかなっていう印象はありますね。まあとりあえずあのデッキから土地減らしまくってトップの質を上げましょう。うん、対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手まあキープかな。そうですね、トップから土地引けるかどうかでクマの置くタイミングを変えますか。あーこれはこっちからがいいですね。切り崩し飛んできたとしてもこれでいいと思います。切り崩し考えたら一応クマの側でしたかね。クマのクイリオンが多分一番強いんですけど、まあカウンターされたらちょっと面倒くさいですからね。ここはクマので、かき消しはなさそうですね。うん、なんであるのは多分除去ぐらいになってくるかな。エスパー壊滅者では殴りたくないので、できれば土地がもう1枚欲しいところかなという印象ですね。まあ一応このターン引けなかったとしてもクイリオンっていう選択肢はあるんで、うん、そこら辺はある程度なんとかなりそうですけど、ただこれなんかがっつりコントロールチックな見た目をしてますね。これは壊滅者落としましょうか。いや壊滅者よりは西向きの子玉か。あんまこれやりたくなかったですけど、ベリアナが盤面にいるとできないんで、まあ、切り崩し1枚捨てたんでね、切り崩し以外の除去になってくれるかなとは思ってます。まあマイナス打ってくれるんじゃないかな。オッケーオッケー、しゃーないですねこれは。でエスパーで結構プレインズウォーカーっぽい気がしますね。まあクイリオンからいきましょう。
で、このターンフォローとかは飛んでこないんで、まあ、クマので殴ります。自分の壊滅者とかはまだ出す必要はないですね。うん、欲の反乱、結構除去絡みはバンバン飛んでくると見ていいと思ってるんで、うん、ほぼ除去コンチックな形。ラスゴ絡みも結構ガンガン飛んでくると思うんで、最後の詰めはこの辺のクリーチャーで詰める、速攻持ちクリーチャーで詰める形にはなると思います。うん、なんでこの辺結構大事ですね。フォロー、あーテフェ、ちょっと嫌、ライフゲインされちゃうんですよね。これドローぐらいなら全然いいんですけど、ここであいつのことを落とせないのは相当嫌ですね。西のキノコ玉でマナも加速したかったところではあるので、いやまあ雷獣の方が強いか。うん、弾かれたらテフェリーだけ落とします。あんまこれ使いたくなかったんですよね。うん、一応書き消しがあってもなんとか通るかなぐらいな印象です。まあテフェリー残ってると絶対負けるんで、こうですね。うん、顔に当てたかったとこですよね。で特別が飛んでくるくらいまではまあ読めてますよ。うん、特別が飛んでくるんじゃないかなとは思いますが、まあ、フォローでここ飛ばすぐらいだけだったらね、特に問題はないんで、これ、西向きのこだま使います。相手視点で見たとしても、雷獣とかも処理しなきゃいけないポイントいっぱいあるんですよ。うん、まあ、これは雷獣で。どうせフォローでしょ。うん。お、通るの？いいんですか？そんなことしちゃって。いいんですか？え、フォローとかがないならこっちやりたい放題ですけど、本当にいいんですか？ラッキー。最低限何かしら除去しなきゃいけなかったと思います。ちなみにここでラスゴ撃たれたら勝ちです。うん、そのために自分の回復者落ちてますからね。じゃあ X2 で殴って勝ちですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、これはキープですね。まあクマのスターと、まあ敵対者からなら敵対者からでいいかな。うん、アンタップが引けるならクイリオンからいきます。強兵士官、アンタップ引けましたね。でかいですよこれは。じゃあこれはクイリオン置いて、フクレタオ戦車早めに出したいですね、これなら。うん、お戦車を早めに出しましょう。ちなみに33なので、白タンからは、てか兵士からは、今のこれは突破できませんね。で相手目線って絶対これ取らなきゃいけないんで、残ってると絶対勝てないんですよ。なんでまあ次のターンあたりに粗暴な性戦士あたりは飛んでくるんじゃないかなと思ってます。うん、まあ、お戦車を置きましょう。で、これサリア徴兵士官と相打ちなら全然いいんで、うん、サリア徴兵士官と相打ちだったら熊野と戦車に乗るだけですからね。まあ粗暴な聖戦士が飛んでくる可能性は全然あるんですけど、うん、まあそれだったとしてもこれでいいかなと思います。まあほぼ聖戦士だと思ってましょう。ですよね。お戦車取るかクイリオンかか、まあクイリオンからそらそうで殴れないですからね。うん、これは実用体とアンタップインのこれ速攻付与でいいと思います。うん、みたい殴りましょう。トランプル、ただ次33になっちゃうんで、これが飛んできても結構あれな感じにはなってますね。
で、ここ8点入れると次のターン相当楽なんで。お、落としに来ましたね。まあならいいでしょう。うん、兵士って横に並ばなければ特に問題はないんで。ここで2点、まあ、とりあえず増殖はしておきましょう。粗暴な聖戦士がもう一枚とは絡まない限りは、てかむしろ絡んでくれる方がありがたいか。ジョーディアの前線兵殴ってくるの？いいですよ私は。むしろ何も出さずにひっくり返すっていう選択肢ありましたからね相手。こんなんねフルパン一択ですよ。 A 一応見た目9点です。まあ11トークン2体ぐらいなら余裕で飛んでくると思ってるんで。うん、ああ A 頑丈。まあただ5点は強そうですね。うん、そのブロックの仕方が多分一番ダメだと思うんですけど、それするぐらいなら多分顔受けした方が良かったですよね。まあいいや、私じゃないし。うん、分の字。相手が粗暴な聖戦士ひっくり返さずに A 級にカード使ってくれてるんですよ。なんで相当楽に動けてると思います。うん、ねえ女、こうやってね速攻不要勝ってる。これはとりあえず殴るもところまでは行っていいのか。うん、とりあえず殴ります。4点入れば勝ちですね。てかなんなら火遊びとかも含めると相手も全部マストなんで、トランプルのところをスルーさせればいいから、まあそもそもブロックの仕方次第で勝ち確なんで。うん、ちなみに粗暴な聖戦士までブロックに入らなかったら勝ち確定です。どうしよっかな。 1,2,3,4 勝ってますね。うん、多分これで勝ってます。トランプルついてるんで完了するんですよ。そうですね、グッドゲーム大佐ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的には、まあ殴って殴って渋野解明してでボンが一番楽なデッキになってくるのかなと思います。はい、特にね、この手の速攻持ちクリーチャーが多いっていうのが結構でかくて、国別の開始にライフを削り切る動きっていうのが結構大事になってくるんですよ。はい、今の環境も結構ラスボだったりとか熟が過剰なぐらいに入ってるような環境ではあるので、まあ、プレインズウォーカーとかも強いかなっていう思いはあるんですけど、まあそういうゆっくりするゲームにしちゃうと向こうの、ね、展開になっちゃうので、それならね、もう完全に特化した方がいいのかなっていう印象もありますね。はい、で、この辺の除去枠は結構自由枠になると思うんですけど、個人的には追加1まで動きたい時っていうのは結構多くて、まあ西のキノコ玉でマナーを加速した後、まあ5マナーのタイミングで4-1みたいな動きがあるっていうので火遊びと、ただそれはそれとしてね、改善しながら、タグネスさんのやつも取りたいってことで、まあ神の火炎とかもそういうのもありなのかなって思います。この枠に関しては神の火炎読んでもいいですし、火遊び読んでもいいですし、まあ 2-2 の分けるのもいいと思いますし、結構自由枠になってくるのかなと思います。はい、まあ除去ガン虫でこの辺の枠を別にね、クリーチャーに変えるっていう展開もありだと思いますし、はい、まだまだ調整幅自体はあるのかなと思います。ただやっぱりね、赤田に対して、まあ、熊野とクイリオンだったりとかのスケールで戦うことができるっていう、まあアグロに対して強くて、対コントロールに対してもね、まあ、ピン除去が多くない、特に白タンコントロールとかですかね、グリキシスとかに対してはあんま強くない気もするんですけど、対白タンコントロールとかはトランプルと速攻持ちのカードのご利用しによって結構勝ったりするので、はい、それ含めても今の環境的には非常に強力な敵かなと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは